ジャン・コラーリ、1830年ジャン・コラーリは、フランスのバレエダンサー、振付屋である。ロマンティックバレエの代表作の一つ、ジゼルの振付などで後世に広く知られている。コラーリの本名は、ジー・ン・コーラリー・パーシニーと言い,い、パリで生まれた。彼は、パリオペラ座の付属バレエ学校でバレエを学び、1802年に、舞台にデビューした。コラーリは1805年に、 振付絵としてもデビューし、ウィーン、ミラノ、マルセイユ、リスボンなどで、数々の作品を発表している。1825年に、コラーリは、パリのポルトさん、マルタン劇場のバレーマスターに就任し、1831年に、オペラ座に移籍した。この時期に彼は、松葉杖の悪魔、ジゼル、ラペリなどの作品を発表し、ロマンティックバレー機を代表する。 振付家として広く知られるようになった。コラーリは1848年に引退し、1854年にパリで死去した。ジゼルについてはジュール・ペローとの共作である。タイトルロールのジゼルを踊ったカルロッタ・クリジーの振付はペローが担当したという。ありがとうございます。